皆さんこんにちは、作動親父です。バグヘッド最新の、バージョン、7.94 の再生音というシリーズで、3曲目です。これは前に上げた録音したアップしたことがないかもしれない。ちょっと記憶もうあんまりたくさん上げすぎたんで、何上げたかさっぱりもう覚えてないんですが、ドビュッシーのですね、ベルガマスク組曲から月の、まあ超有名な月の光ですね。でこれをあの吉野直子さんのハープで、今日は聴きたいと思います。私は吉野直子さんの、まあ、大ファンでございまして、もう彼女のハープを聴くともうメロメロになってしまうんですが、中でもこのリシュリエンヌというこのアルバムはですね、フィリップスが録音した素晴らしいあの音のあれですね、あのいわゆるもうよくこれだけの音を捉えたなという、ハープの持っている 32Hz ですか、あの開放弦の一番低い音ですね、 32Hz からですね、あの広域まで素晴らしい音で捉えていると思います。まあそれを捉えるために低域をローカットしてないもんですから、お約束通りスタジオのアンソーが見事に捉えられてまして、まず私の装置で聞くと、まあ、ズーム Q&N では全くそのあれは捉えられて、低域がないんで味わえないと思うんですが、まず部屋にこうアンソーの海がこう床にふわーっと広がってですね、その中から美しいハープの音がこうふわっと立ち上がってくるという、何とも言えないこうあれですね、表現がなされてる CD です。でこれもやっぱりだいぶ昔10年ぐらい前ですかね、買いまして、散々カーステレオで聞いて、仕事中ですね、ドライブしながら聞いて歩いた CD です。でもうボロボロになってですね、これが2枚目か3枚目かもしれない、もう傷だらけになって捨ててしまいましてですね、買い直したのをリッピングしたものです。 EAC でリッピングして、オーディオゲートで DSD 5.6MHz にアップコンバートしたやつを、最新のバージョン 7.94 のバグヘッドでお聴きいただきたいと思います。そうですね、ハープの持つ、ハープという楽器の持つですね、とてつもない表現力と、それとちょっと想像の他のこう音域ですね、32Hz まで出せるというですね、恐るべき楽器ですこれは。ぜひその辺、途中でそのほぼ 30Hz に近いような低音も入っておりますが、残念ながらズーム Q4N があまりにもプアな特性なので、その音は聞こえないと思います。残念です。ではお聞きください。
終わりました。やはりさすがのドビュッシーといういい曲ですね。これもなんか私聞きかじりですが、日本から来た浮世絵になんか絵を見てですね、曲想を得たという話を聞いたことありますが、本当かどうか知りません。そういうふうに言われるとそんな気もしないでもないというあれですね。ちょっと再生音が大きすぎだったかもしれない。それでしたら私の、ミスです。お許しください。ではまた。